小田急多摩線。多摩線は、神奈川県川崎市麻生区の新百合ヶ丘駅から、東京都多摩市の唐木田駅までを結ぶ、小田急電鉄の鉄道路線である。駅ナンバリングで使われる、路線記号は OT。多摩線は1974年開通で、小田急電鉄で一番新しい路線であり、京王相模原線と並ぶ多摩ニュータウンの都心へのアクセス路線である。 開通から30年近くは新百合ヶ丘駅での小田原線との乗り換えが不便などの理由で多摩ニュータウンから都心へのアクセスには並走する京王相模原線を利用する乗客が多く京王電鉄に大きな差をつけられていた2000年から2018年までは小田原線を経て千代田線 JR 常磐観光線直通の多摩、急行、急行が運行されていたが 現在の新宿域急行よりも運行本数が少なかった。しかし、小田急主体の沿線開発の進展に伴い年々利用客が増加し、小田原線の複々線化完成による2018年のダイヤ改正では、小田急多摩センター新宿間を最短33分で結ぶ快速急行や通勤時間帯の通勤急行、新宿方面への日中の急行、 帰宅時間帯及び、土休日の快速休校が新設され、新宿方面との直通が強化されている。全線立体交差、踏切は存在せず、3面6線の新百合ヶ丘駅を発車すると、多摩線は高架を上り右カーブで北西を、向きを田原線から分岐する。その先で、麻生川と東京都道、神奈川県道3号世田谷町田線、つくい道をまたぎ、 切り通しに入り五月台駅へ。その先は、住宅街を築堤で抜け2面2線の栗平駅に到着。この先から徐々に、本来の玉丘陵の様相が見えてきて、山が増えてくるようになり、次の黒川駅を発車すると、東京都道、神奈川県道19号町田上付線、鶴川街道をまたぎ、トンネルを抜ける。トンネルを抜けると、新港住宅街春、ひを左手に見て、 小田急で最も新しい春、谷駅へ。この付近から北側に、京王相模原線が見えてくるようになり、この先でトンネルを抜けて、同線と合流して、東京都、多摩市に入る。しばらく、多摩ニュータウンを両側に見ながら、再び、トンネルを抜けると2面2線の小田急長山駅に、到着する。小田急長山駅を発車すると、京王相模原線と並走し、 東京都道18号府中町田線、鎌倉街道などをまたぎ、左カーブで西を向く。霧通しであった線路は、間もなく、高架に変わり、多摩ニュータウンの中心街に入ると2面2線の小田急、多摩センター駅に到着する。小田急多摩センター駅を発車するとすぐに、多摩都市モノレール線がまたぎ、京王相模原線と分かれる。その先は、右側は、多摩丘陵の山を、 左側は、多摩ニュータウンを見ながら、東京都道158号、小山凝った線と並走。右手に府中カントリークラブゴルフ場が見えると間もなく2面3線の唐木台駅へ。唐木台駅の先は北見電車区唐木田出張所が広がり、また将来の延伸に備えて、町田市方面に線路が伸びている。1963年7月11日に、 新住宅市街地開発法が交付され、それに基づき、東京都は多摩ニュータウンを開発する計画を立てた。そして、居住者の多くが都心へ通勤することを考慮し、小田急電鉄と京王帝都電鉄、現京王電鉄の2社にニュータウン鉄道として、新線の建設を要請した計画段階では、西武鉄道多摩川線の延長案もあった。 これに先立つ1962年には、運輸省都市交通審議会の答申第6号で、北見方面より、原宿、長田町、日比谷、池の橋及び、日暮里の各方面を経て、松戸方面へ向かう路線として、東京8号線の整備が提案されており、1964年には、同区間が東京9号線として確定した上で、1972年の、 同審議会第15号答審では、橋本北見館が追加されて、多摩ニュータウンから都心部へのルート整備が進められることになった。小田急は、当初、北見駅から分岐して、読売ランド付近及び、稲城市内を経由して、多摩中央、現在の多摩センター駅のことを指すに至るルートを検討したが、新たに多摩川に加橋する必要が生じる上、 京王相模原線と同じルートとなることから、その後百合ヶ丘駅付近から分岐することに計画を変更した。百合ヶ丘付近には S 字カーブがあり、輸送のネックが生ずることが予想されたことから、路線の付け替えを行い、その途中に分岐駅となる新百合ヶ丘駅を設置することとした。こうして1974年6月1日に、新百合ヶ丘小田急長山間、 続いて1975年4月23日には、小田急長山小田急多摩センター間が開業した。しかし、小田原線の線路容量が逼迫していることもあって、多摩線のほとんどの列車は、線内折り返しで運転せざるを得ず、朝ラッシュ時のわずかの確定を除き、新宿方面へは新百合が丘駅で乗り換えが必要となった。一方の多摩ニュータウンに並行して乗り入れている。 京王相模原線が開業当初から都心方面、新宿駅、都営新宿線への直通列車を運転していたことと、さらに2005年3月20日の小田急千運賃改定まで、小田急多摩センター小田急長山間の運賃と、京王多摩センター京王長山間の運賃に、差異もある、大人初乗り運賃で、京王が130円に対して小田急は140円で、あったことから、 小田急多摩線は、京王相模原線に相当数の乗客を奪われていた。そのため、日中はあたかも地方ローカル線のような線内列車。二両編成が、主だった1980年代には15分間隔で四両編成が、運転されたのみが行き来する換算路線と化していた。小田急で最後に開業した路線にもかかわらず、車両は1980年代まで18。 メートル級の2400型などが主力で、それで十分の輸送量しかなかったのである。一方、小田急は、多摩線の開発と関連してその沿線に住宅都市を建設する構想を立て、1970年頃から具体化に動き出していた。ちょうどその頃、多摩ニュータウンではごく一部ながら入居が始まり、周辺には、百合ヶ丘、鶴川、平尾などの開発が終わった。 大規模住宅地があったことから、多摩線の建設と相まって、多摩丘陵の開発が促進されるのは必至であった。これをそのまま放置すれば、スプロール化により、将来近代的な市街地として発展する上で、大きな障害となることが予想された。これを未然に防ぐため、小田急は、地元一帯となる土地区各整備事業を行い、広範囲にわたりインフラ整備と宅地の利用増進を、 はかり、理想的な街づくりをしようと計画したのである。計画区域は新百りが丘駅周辺から、多摩線に沿った黒川駅付近までの東西約6キロメートル南北約1キロメートルが設定された。このエリアを、黒川第一栗木第一柿を第一柿を第二西百りが丘、黒川第二新光寺、栗木第二の8ブロックに分け、 それぞれのブロックで地元地権者と協力して組合を設立し土地区画整理事業を施行するという形で開発が行われた。この手法は同じ鉄道会社のものとしては1960年代に始まった東急電鉄の多摩電園都市でも用いられたものであるが小田急としては初めてのことだった。ただしこのうち新百合ヶ丘駅周辺の西百合ヶ丘ブロックは 川崎市が、たまにータウンに隣接する、黒川第二、新工事ブロックは、日本住宅公団、後の UR 都市機構がそれぞれ施行することになり、これらのブロックで、小田急は一、組合員としての参加になった。こうして1971年8月に、下記を第二ブロックにおいて、組合が設立され、着工したのを皮切りに、他のブロックにおいても次々と組合が設立。 着工した。カキを第2ブロックでは、小田急が取得した保留地において、栗平邸宅街の分譲が1977年に行われ、全139区画が即日完売するという、好評さであった。最後まで残った、黒川第2、新工事ブロックにおいても UR 都市機構により、黒川特定土地区画整理事業が施行され、 その町開きに合わせた2004年12月11日に春、平駅が開業した。このような開発の進展とともに、沿線人口は増加し、かつてのローカル線のイメージは払拭されつつある。新百りが丘小田急多摩センター間の開通後の多摩、ニュータウンでは、関係自治体からの要求や、オイルショックが相まって、人口密度を大幅に減らす決定がなされていた。 かつての住宅不足の解決を目的とした団地のような確一的な中高層住宅の大量建設ではなく、定住性を重視したゆったりとした住宅の建設が施行されるようになり、実際に1980年代に入ると、小建てのような低層集合住宅、タウンハウスが次々に建てられていった。こうしたことから、当初の計画における輸送量は見込めず、なおかつ、 K.O. と競合する多摩センター橋本間の延伸には小田急は着手しなかった。そして1987年に城山まで所持していた路線免許の執行をもってこの区間への延伸は正式に断念された。一方で多摩ニュータウン開発が進展する中、K.O. と競合しない唐木田地区へと多摩線は延伸されることになった。唐木田地区の既存住民が 清掃工場の建設を受け入れることとの引き換えに、唐木田への玉線の延伸を要求したからとも言われる。この工事は1987年12月に着手され、小田急玉センター、唐木玉の延伸工事とともに、車両基地の工事が行われた。車両基地の建設にあたっては、建設地がもともと丘陵地であり、全体として標高が高いことから、 深さ25メートルの掘り下げが行われた。ここで発生した土の量は、約76万立方メートルで、10トンダンプ約14万台分にも、及ぶ。最初に、約15メートルを掘り下げ、溶壁として機能させる円柱の杭を車庫となる場所の、周囲に329本設置した後、その内側をさらに10メートル掘り下げるという手法で、行われた。こうして、 多摩ニュータウン唐木田地区の町開きに合わせた1990年3月27日に唐木田駅が開業した。開業当初の利用客は付近に開学した大妻女子大学多摩キャンパスの学生が多かったが、唐木田地区の入居が進むにつれ徐々に乗降客数は増えている。同時に車両基地の稼働も開始され、小田急線の車両運用上でも重要な役割を果たすようになった。 また、車両基地内の配線はさらに南西の町田市西部、相模原市方面への延長が可能なように設定された。2000年12月2日、A 団地下鉄、現東京地下鉄千代田線への相互乗り入れを行う、急行が新設され、当初の東京急行線構想が実現した。その後も小田原線での複々線化などの改良が、 進む中、2002年3月23日には、千代田線直通の多摩急行が、新設、2004年12月11日には春、日や駅開業と同時に、新宿方面とを結ぶ、区間準急が設定された。占術した運賃についても、加算運賃の廃止や旅客運賃の値下げから、大人初乗り運賃が、慶王より安い120円となった。このように、 相模原線に対する多摩線の競争力が増すことで多摩線の劣勢が鮮明だった多摩センター駅においても多摩線の乗降客数が相模原線のそれの半数程度まで追い上げる結果となっている二0 1 1年三月十一日に発生した東日本大震災による福島第一原子力発電車などの停止に伴い実施された臨番停電計画停電では 小田急電鉄の他多くの鉄道路線でも運休などの対応が取られたが、多摩線では小田原線と比べ利用者が少ないことなどから、初日の3月14日は終日運休、小田原線の新宿共同位以外も終日運休、2日目の3月15日は11時30分22時30分の間運休、だ路線は19時30分には運転開始となった。 他の運休路線と異なり都心通勤通学圏内である多摩線の利用客を停止したと取られる対応に対して多くの質問、クレームが寄せられたようで3日目の3月16日からは多摩線を終日運行多路線は3月18日まで運休ありとし同日に小田急電鉄のホームページに他の運休区間なども合わせ理解を求める文章を掲載した 2016年3月26日には、新宿方面とを結ぶ区間準急を廃止するとともに、千代田線直通の急行が増発され、多摩線と千代田線との結びつきはより強いものとなって、いたが、小田原線の複々線化完成に伴う2018年3月のダイヤ改正では一変する。この改正では、朝の通勤時間帯において、小田急多摩センター新宿間を 最短33分、ラッシュピーク時でも40分で結ぶ通勤休校の新設や、帰宅時間帯における新宿発の快速休校の新設、新百合ヶ丘駅における小田原線優等列車との接続強化など、多摩線の大幅な利便性向上を打ち出したものとされたが、その一方で、千代田線直通の休校及び多摩休校は廃止となり、日中の休校は、 千代田線直通から新宿方面に置き換わるなど、多摩線の優等列車は千代田線直通から新宿方面直通に転換されることとなった。2018年3月17日のダイヤ改正時点で、快速急行通勤急行急行各駅停車の4種類の列車種別が存在する。途中駅に対比、折り返しの設備がないため、線内で、 先行列車を追い越す列車、途中駅で折り返す列車は設定されていない。2018年3月17日より、快速急行、通勤急行及び小田急多摩センター始発列車が設定されている。2018年3月17日のダイヤ改正から、新宿駅発着として、平日朝夕降り、土休日朝下り上りと夜下りに設定されている。新宿駅、 唐木田駅間の途中停車駅は、代々木上原駅、下北沢駅、上戸駅、新百合ヶ丘駅、栗平駅、小田急長山駅、小田急多摩センター駅。列車番号は3700番台である。2018年3月17日のダイヤ改正から新設された運転開始は3月19日。朝、上り方面限定での運行。 唐木田駅新宿駅間の途中停車駅は、小田急多摩センター駅、小田急長山駅、栗平駅、新百合ヶ丘駅、向こう丘遊園駅、成城学園前駅、下北沢駅、代々木上原駅。急行の停車駅の内登戸駅と共同駅を通過する。6本が小田急多摩センター始発、3本が唐木田始発である。列車番号は唐木田発及び、 小田原線内の全列車が3800番台、小田急多摩センター発の多摩線内は3900番台で、ある。2000年12月2日のダイヤ改正から、多摩線での定期運行が始まった。基本は、新宿駅発着であるが、新百合ヶ丘駅、唐木田駅間の線内のみ、運転の列車が平日朝に降り5本上り1本。 土休日の支柱に2本設定されており、向こうが丘遊園駅発の列車、新宿駅から階層が土休日に降り2本、上戸駅発の列車、新宿駅から階層が土休日に降り1本設定されている。列車番号は、新宿発着の列車が2700番台、それ以外の列車が2900番台である。新宿駅、唐木田駅間の途中停車駅は、 代々木上原駅、下北沢駅、京同駅、成城学園前駅、上戸駅、向岡遊園駅、新百合川丘駅、栗平駅、小田急長山駅、小田急多摩センター駅。基本的に10両編成で運行されるが、8両編成での運行も存在する。2000年12月2日の運行開始時は、朝に、千代田線直通の綾瀬駅行き1本が、 設定されるのみだったが、その後千代田線直通列車が多摩線発着を主体としたことで順次増発された。2016年3月26日のダイヤ改正で、日中時間帯の多摩急行を置き換える形で、大幅に増発されたほか、土休日に新宿行きの列車も設定された。2018年3月17日のダイヤ改正で、運行形態が変更され、 千代田線上磐線直通列車が廃止された。線内折り返しの列車が基本だが、平日の早朝から正午前にかけての上り5本と、深夜帯の下り4本にそれぞれ、新宿駅発着列車がある。また平日朝に、成城学園前駅発の下り各駅停車と、JR 東日本取出駅発千代田線経由の、下り各駅停車が、それぞれ1本ずつある。 線内より開始の列車は6両8両10両、小田原線新宿駅、成城学園前駅発着の列車は8両、千代田線からの直通列車は10両で運転される。2018年3月17日のダイヤ改正で、ラッシュ時間帯及び、日中の各駅停車の本数が減少した。列車番号は、多摩線完結列車が7600番台。 小田原線直通列車が7900番台、千代田線直通列車が6900番台となる。日中の1時間ごとの運行本数をまとめると、以下の通りになる、2018年3月17日ダイヤ改正時点。2000年12月2日のダイヤ改正より、多摩線内での定期列車としての運行を開始した。当初は1日1本のみであったが、2002年3月23日の、 ダイヤ改正で1日2本となった。2003年3月29日のダイヤ改正から、平日1日3本と土曜、休日1日2本に、新宿発のホームウェイが乗り入れるようになった。さらに2008年3月15日からは平日のみ、東京メトロ千代田線北千住駅始発のメトロホームウェイが1本運転され、新宿発を置き換えた3本2本。その後、 2012年3月17日のダイヤ改正で多摩線方面のホームウェイメトロホームウェイは平日のみの運行となり、さらに2016年3月26日のダイヤ改正で多摩線内を運行する列車はすべて廃止された。なお、カラキダ発の上り列車が定期運行されたことはない。また、線内では登場時点での急行と同じ停車駅であったが、2003年に、 急行が栗平駅に停車するようになっても登場当時のまま停車駅が変わらなかったため定期列車で栗平駅を通過した最後の種別である。2004年12月11日のダイヤ改正より従来の各駅停車の一部を置き換えて登場した種別で多摩線内は全ての駅に停車し新宿駅まで運行された。平日は上り14本下り13本、土曜、 休日は上り17本下り18本が運転されていた。8両編成での運転が基本だが、下り3本、上り1本は6両編成で運転された。2016年3月26日のダイヤ改正をもって廃止された。2014年3月15日ダイヤ改正より、平日朝折り1本の新宿発の準急が設定され、多摩線内はすべての駅に停車した。 2018年3月17日ダイヤ改正で、多摩線での運転は廃止された。2002年3月23日のダイヤ改正より、運行を開始した種別である。唐木田駅から小田原線を経由して、東京メトロ千代田線に直通し、千代田線綾瀬駅発着と、JR 東日本常磐線松戸駅、柏駅、安彦駅発着及び、鳥出発の列車があった。 多摩線内の停車駅は急行と同一であったが、小田原線内の通過駅は異なり、向こうが丘遊園駅を通過し、共同駅に停車していた。2016年3月26日のダイヤ改正で、向こうが丘遊園駅停車のため急行の運転に変更された影響で日中時間帯の設定がなくなり、朝夕に限られた。このため大幅に本数が減り、 平日は下り17本上り12本と休日は下り12本上り10本となった。2016年3月26日のダイヤ改正までは日中は唯一の速達列車であり平日は上り26本下り32本土曜、休日は上り24本下り26本が運転されていた。平日の朝ら主主事の上りは運転せず休校を運転していた。 2018年3月17日のダイヤ改正で廃止された。江ノ島、鎌倉エクスプレス、湘南マリンエクスプレス、湘南マリン玉ダイヤマモミジ号、初詣初日のデコードラゴン号、定期的な乗り入れはない。すべて通勤型である。また、2018年3月の改正より、玉線での定期運用は終了した。女性専用車は、 平日朝7時30分9時30分に新宿駅に到着する上り急行、通勤急行の進行方向最高微車両に設定されている。ただし、小田急多摩センター駅発を8時10分に発車する通勤急行新宿駅には設定されない。川崎市土地区核整理事業完了地区概用による多摩ニュータウンにおける土地区核整理事業は、 多摩ニュータウン施行事業一覧を参照のこと。唐木田から横浜線、相模線方面への延伸が2000年の運輸、政策審議会答申第18号、現交通政策審議会で今後整備を検討すべき路線として位置づけられている。2006年5月に神奈川県相模原市にある在日米軍相模総合補給省の一部変換が決まったことにより、 相模原市と町田市は延伸の実現に向けた具体的な検討を行うため、同年11月に小田急多摩線延伸検討会を設置した。そして2014年5月26日、両市は多摩線延伸推進に関する覚書を取り交わし、中央新幹線開業が予定される2027年までの実現を目指すとしている。相模原市と町田市が提案しているルートは次の、 通りである。唐木田駅から、東京都道158号、小山小田線、小根幹線道路と交差し、町田市に入る。そして小山田、時和地区を抜け、東京都道47号八王子町田線、町田街道と交差、相模総合補給所、ルート上は変換される予定を縦断し、相模原駅で横浜線と交差。その先は、相模原市の中心部を抜け、 相模線上溝駅へ向かう。そのうち、相模原駅と上溝駅2駅を増設、さらに、町が市内に新駅が一つ設置されることになっており、費用などの観点から、小山田地区への設置が想定されている。この計画自体は、事業費用を1、08000円と試算しており、開業後40年以内の黒字化が達成できる見通しで、 事業実現化は可能であるとしている。事業実現化にあたっては、都市鉄道利便増進事業の適用による国や地方公共団体からの資金調達を前提としている。さらに、上溝駅から延伸して、相川町、厚木市を経由して本厚木駅に至る路線の建設も、相模原市、厚木市、相川町、清川村から要望されている。 神奈川県鉄道輸送力増強促進会議でも2016年度、小田急電鉄向け要望書にて、上溝駅方面への延伸の早期実現化とともに、本厚木駅に至る路線の建設を要望しているが、小田急は、上溝駅以外への延伸は建設費や、採算面などで難色を示している。運輸政策審議会答申第18号にて、目標年次。 2015年までに開業することが適当である路線 A1 に位置づけられている川崎中間高速鉄道が新百りが丘から乗り入れし、相互直通運転するという構想が川崎市から提示されたことがある。実現後は川崎市の広域拠点都市として位置づけられている武蔵小杉駅や宮前区にもダイレクトにアクセスすることが可能となるため、 川崎マイコンシティなどを有する沿線地域の一体化及び発展に重要な役割を果たす構想であった。同鉄道は京急大支線とも相互直通運転が予定されていたが、武蔵小杉駅以南の整備計画が決定していないことや京急大支線は期間が異なる小田急多摩線の期間は 1067mm、京急大支線の期間は 1435mm こと、 またフリーゲージトレイニや蓄電池、燃料電池を活用した鉄道車両など実用化されていない技術の導入を前提に置いたことなどから実現の可能性には当初から疑問が持たれていた。さらに直通運転にあたっては川崎市側は車庫を保有せず、北見県社区から来田出張所の利用を計画していたが、当初は現行ダイヤでは 終電後満線あるいはそれに近い状態であるにも、かかわらずその代替となる施設の計画について、川崎市側は一切触れず、これらを含めた計画全般に対しての小田急側と合意も全くないという致命的な欠陥を抱えていた。2013年1月28日に、川崎市の安倍高雄市長が、この計画に対して設けられていた。 高速鉄道事業会計を2013年度末で閉鎖することを明らかにしたことにより、計画は事実上消滅した。直通運転を含めて、新百りが丘武蔵小杉の開業予定年度は2018年、平成30年度となっていた。2015年7月16日に、川崎市町づくり委員会において、計画休止が決定した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。